そうだから俺、だからガチで怖い体験みたいなのもしたことありますよ。何何何、いやもう聞きたくないわ。いや本当ありますよ。いや、いやもう言いたいの。ちょっと聞いときませんよ、僕の。分かった分かった、聞いとく聞いとく。僕が19歳の頃の話なんですけど、うん、千葉県のとある心霊スポットがあって、はい、その時やっぱ若者だったんで、はい、あの車の免許取り立てで、うん、友人たちと 4,5 人でそのホテル、廃墟ホテルがあるんですよ、はい、千葉に、はいはい、でそこにじゃあ心霊スポット巡ろうぜって言ったんですけど、うん、で、何もなかったんですよ。はいはいはい。で、そこの中とか見させてもらって、うん、何もなくて、帰ってきた翌日に、テレビでパーってニュースが流れてて、うん、昨日、千葉県の、なんとかっていう市で、殺人事件がありました、っていう報道がブワーって流れてて、うん、うわ、物騒だなと思ったら、そこの死体を遺棄されちゃってたんですけど、はい、その場所が我々がいた、その心霊スポットのホテルの中だったんですね。で、僕、その時のタイミングに、いたんですよ。でみんな青ざめたっていう。でも頼む、心霊現象とかじゃないじゃん。まあ確かに心霊現象とかじゃないんですけど、普通にそのガチのやつ、殺人鬼に青ざめたちょっとずれてたら、なんかもしかしたらそれあの違うよ、霊現象じゃなくてあのフィジカルだよ。確かに怖いわ。よかったね、合わなくて。なんなら合わなくてよかった、本当に。もうずっとしましたね。あと25分ほどかかるらしいです。あら、まだ、なんなの、5分で着くって言ってたじゃん。迷い込んじゃったんじゃないですか。迷ったの。まあまあいいですよ。まあでも別に今日はそんななんか急いで僕ちなみになんですけど、今日はスタッフの一ミスについてめちゃくちゃ言及しました。ものすごい、あの言ってきましょうよ、センシティブになってるからね。うん、あといつも以上に多分口数多いと思うんですけど、はい、めっちゃ怖いです。まあでもそうなっちゃいますよね。でこの後多分30分後ぐらいになると、うん、急に黙ると思う。急にテンション下がると思います。